卵をこう割り入れます。半熟の卵をプツッと。こんなんうまいに決まってるでしょ。はいどうも、料理のお兄さん、リュウジです。今回も始まりました、お気楽ホラークッキングですね。はい、今回はですね、結構ね、僕もね、いい感じに仕上がってまいりましたので、締めに最適パンチのあるメニューです。今回はですね、今夜は手作り気分、お豆腐と卵で作るスンドゥブチゲン、優れものなんです。お豆腐とね、卵を入れればスンドゥブチゲンになっちゃうっていう素晴らしい商品なんですよ。これの作り方を完全に無視してですね、今回ね、うどんで食いたいと思います。はい、これね、味がね、決まってるんですよね。これね、今回はお豆腐ではなくうどんでですね、レンジを使って超簡単にチゲうどん、これうどん食うために作られたと錯覚するぐらいうまいんですよね。本当におすすめのレシピなんで、やっていきたいなっていうふうに思います。リュウジのバズレシピ。これね、超簡単なんです。材料超少ない、でもね、めちゃめちゃ美味しいね、チゲうどんができちゃう。まずですね、この今夜は手作り気分、お豆腐と卵で作るスンドゥブチゲ、これね、コンビニで、買えますんで、こちらを用意してください。そしてですね、こちらの、冷凍うどんですね。便利な時代になりましたので、冷凍うどんね、コンビニで買えますからね。そしてですね、卵もコンビニで、あとはね、ラー油と小ネギ、はい、なんとこれだけ、これだけでね、超絶品うどんができちゃうんですよ。これはね、もう発明といってですね、とある料理研究家が開発したレシピなんですけども、これね、まあ、僕なんですけども、これうまいんですよ。これなんと豆腐の代わりにうどんを使ってしまうってね、どんどん自分を褒めていきます、自己肯定感を持ってね。ということで、今から作っていきます。一瞬でできちゃいますから。まずですね、このお豆腐と卵ですけど、スンドゥブチゲ一袋ですね。なんと今回はね、洗い物がね、超少ないんですよ。調理器具と丼が一緒になっちゃってるんですよ。これ利点だと思うんですよね。コンビニで揃うからね、これね、食べてえなと思ったら、もう行けば全部揃いますからね。でこれを開けて、で本当はね、お豆腐入れるんですけども、今回はね、このままね、入れちゃいますね。もうね、いい香りがしてくるんですよね、このね、チゲの匂いがね。これをいただきながら、ちょっと、あ、いいですね。なかなかね、このね、チゲの味を作るっていうのはね、いろいろな調味料が必要ですので、これがね、なんとね、注ぐだけでね、香りが立つってね。ああ、いい、うん、という感じでですね、今度はこの冷凍うどん、コンビニさんで買えますんでね、これね、凍ったままでいいです。あの、解凍するのね、面倒じゃないですか。凍ったままぶち込みます。子供のいたずらじゃないです、これ。でこの状態でラップをしていきます。とんでもない作り方ですよ、これね。でもね、これが一番楽、手間はかからなければかからないほどいいですよね。この状態で600ワット5分チンしていきます。もう辛さを求める方は結構ね、ちょっとピリ辛なんで、僕なんかは辛いの大好きなんでね、一味唐辛子とかちょっとね、豆板醤とか入れたりね、していただいても非常に美味しいかなっていう、地獄風うどんみたいなね。今回はね、あの、やっぱ誰でも食べれるように優しい辛みになってますんで、そんなにね、得意じゃない方も召し上がっていただけると思いますよ。はい、まあ、1分半ありますね。あの、まずは豆腐入れて食べてくださいね、これね。豆腐入れて僕食べました。でも美味しいです、やっぱりお豆腐と合うようにすごく作られてるからね。じゃあそろそろね、あと50秒残ってますよね。っていううちにね、ピーってなってね、話遮られるんですよ、これね。そろそろグダグダになってくるので、あ、いい、ほら、計算して喋りましたよ、私。これですね、器の方が熱くなってます。これをですね、出していきます。でね、これね、ラップ開けるときに蒸気がね、パッと出るんですね。これで火傷したりするんで、外側から開けると手がかぶんないんで、火傷しないんでね、皆さんね、これ覚えておいてくださいね、これ。はい、そうすると、どんな感じになってるでしょうか。まあ、ね、おうどんね、ゆだってますね。ここで、卵、これが合うんですよ。真ん中にちょっとくぼみ入れましょうか。ね、くぼみをちょっと作って、で、ここにですね、卵を、割り入れます。おー、いい感じで真ん中いきましたね、これね。そしてですね、爪楊枝を、生卵をね、そのままレンジにかけてしまうと、これ黄身がね、爆発しちゃうんですよね。なのでこれをちょっとね、一箇所
2箇所ぐらいやっとく、ね、2箇所ぐらいやっとこうか、ね、これで、卵で爆発しないぞ。まあね、フォークとかでもいいんですけども、穴を開けるっていう作業をねぜひやってください。さっきのラップも大利用しちゃうね。このチャンネルエコーにもねあれがあれなんでね、はい、じゃあこの状態でまたレンジで600ワット、1分50秒、ということでもう経ったかな。はい、あと30秒ですね。これがねレンジ調理の弱点というか、なんかね切るもんがあればよかったです。今回のレシピは簡単すぎて切るもないんですよ。はい、ということで、はいね、完璧なトークでしたね。ほらほら、どうですか、こんな綺麗にいくんですよ。レンジこんなにうまくいくと思わなかったな。でここにですね、彩りでちょっとね小ネギを散らしてあげるとね、緑がね可愛いんでね、あのこれ辛いのが好きな方、ラーの油ですね。これね辛いのがちょっとあんまり、得じゃないっていう方はごま油とかでもいいです。はい、ということでラップトークしてる間にちゃんとできちゃいましたね。今夜は手作り気分、お豆腐と卵で作るスンドゥブチゲで作るですねレンジチゲうどん、こちらで完成でございます。うん、じゃあいただきたいと思います。いただきます。半熟の卵をプツッと。ほらどうですか、レンジでできるんですよ皆さん。これこんなんうまいに決まってるでしょ。あー、これはね、これはたまらんよ。これはうまみがめっちゃ強いですね。やっぱりねお豆腐と一緒に食べるものなので、やっぱりね味ってしっしてますね。うどんにこのスンドゥブのスープがね非常に絡んで美味しいでね、魚介のね旨味がねかなり効いてますね。これねスンドゥブではほらアサリとか入るじゃないですか。これがねうまく再現されてる。こんなにね魚介の味させるにはねめちゃめちゃアサリ入れないと無理ですからね、これね。うまい。冷凍うどんって結構合計で7分近くねレンジでチンしてるんですけども、腰がなくなんないんですよねこれね。企業努力ですねこれね。いやこれは進んでしまいますね。これはね皆さんも作るときに隠した方がいいですよ。これは豆腐の代わりにうどんとはね考えたらすごいな。これはね卵の半熟具合最高。レンジでチンするだけでこんなうまいとはね。ということですね、今夜は手作り気分、お豆腐と卵で作るスンドゥブチゲ、こちらですね、ぜひこの僕の自信作レンジチゲうどんぜひお試しいただいて、僕と一緒に優勝しましょう。レシピはですね概要欄でチェックできますので、そちらをご参考にしてください。ではですね、僕はこの残りのチゲうどんね、優勝しますので今日はここら辺で失礼します。